はい、おかえりお疲れ、こんばんは、マッチコでございます。はい。はい、今回も、嫁マッチ企画ということで、はい、何でしょうか。最も美しい顔、2023。うん、やりますか、今年も。はい。はい、そろそろちょっと溜まってきたんで、はい、一気にやります。まあまあ、なんかもう、始まったと同時にすぐ、ね、すぐ早かったの今回、20がノミネートされるのが、ね、どんどん入っていってる感じでしたけれども、うん、だいぶ溜まってきたのね、はい、はい、それではそちら今どういうメンバーが、はいはい、最も美しい顔をノミネートされてるのか、はい、見てみましょう、スタート。はい、こちらまずドーンですね。一発目にもう20の彩香ちゃんが入りましたという。彩香が一番最初にノミネート、はい、エントリーね。もう本当にトップバッター、これ、この1枚は。うん、はいはい、うん。ついちゃんと並んで。ついちゃんもね、それはもうさすがですわ。いい、まあいいんじゃない、まあ、美術担当、それぞれね。美術担当でね。やっぱり一人目は彩香ちゃんかなっていう。美術担当ということで。他にもね。美しい方々揃ってますよ、これ、ね、他にも、うん、わお名前わかんないけどさ、次行きますか。はい、どうぞ。じゃあ次入ったのが、うん、ニュージーンズダニエルちゃんです。ちょっと K-POP 周りやっていきますのでね。ニュージーンズのダニエルちゃん、はいはいはい、はい、なるほどね。まあまあある、あるでしょうね、それはね。あるでしょう、うん、でちょっと K-POP じゃないんやけど、うん、その左の下の着物の方は浴衣の女の子、はい、道重沙穂ちゃんという元放課後プリンセス、道重さゆみちゃんのハトコだそうです。ああ、そうなんだ、はい、かわいい。道重沙穂ちゃん、プチ情報でした、うんうん、はい、トントン、うん、はい、アイブのユジンちゃん、ユジンちゃん入りました。なるほどね、おめでとうございます、うん、私アイブの中でユジンちゃんが結構推しだから、うん、そうです、私もそうです、嬉しいと思いましたね。そうですね、はい、もう一人シークレットナンバーのディタちゃんっていう子が入りましたね、なんかどっかで見たことがあるような顔、うん、まあ、気になる方はちょっとチェックしてみてください。左側、そう、その人ちょっと、その人も日本人なんですけども、うん、檜山さやちゃんっていう、ああ気象予報士。気象予報士、気象キャスター、お天気お姉さんね。お天気お姉さんでキャスターをやってるんだけど、趣味でコスプレイヤーをしていると。コスプレだわね、これね。うんうんうん、そういう子もノミネートされてるんです、ね。いろんな人がいるわね。ね、うん、次行きますか。はい、どんどん。はい。お、エスパカリナちゃん。カリナちゃん、綺麗よね、うん、本当ね。わ、整ってるな。シュッとしてるな。シュッとして。シュッとしてるわ、ほんまに。びっくりするやろね。加工してないよね、これね。ねえ、なんか本当に。加工してた女の子いてるじゃん。同じような顔してさ、主人みたいなね。顔、目で描く。顔細くしてね。そうそうそう、うん、それなしよね、これすごい ね、 ごいね、天然で、これよ、これよ、ね、下の子がこれ、はい、これがラピルスのシャンティちゃんなんですけども、このラピルスっていうメンバーは、はいはい、野中シャナちゃんがいるとこです、はいはいはい、シャナちゃんとこね。そう、こんな綺麗な子いたっけ。そうか、そう、なんかちょっとハーフっぽい顔してるね。そうね、若い頃の鈴木ほなみにちょっと似てる感じがしますけど。そうですね、いるんですよ、チェックしてみてくださいね。なるほど、じゃあ次いきますよ、はい、どんどん。お、一からゆなちゃん、ゆなちゃんもね、ビジュアル担当みたいな感じですからね、入りましたし、そして下に行くとリマちゃん来ました、おめでとう、リマちゃん綺麗な、この写真もな、ね、なんか今これで2人目、うん、20からは、うん、でその横が設楽さん、設楽さんっていうのは元ハイキーの、ハイキーっていう韓国アイドルのね、うん、あ、日本じゃなくて、日本じゃなくて、設楽さんってよくいるじゃん、日本に。そうね、いるよね、うん、私も思った、違うの、ね、日本人かなって、顔もなんか日本人っぽいなと思って、この右上の女の子かわいいね。そうなの、それ前多分ねトップ10入りしてたと思う、うん、その子、うん、すっごい可愛いよね、ロシアかなんかの子、多分ロシアかなんかだと思いますけど ね、 ね、可愛いね、うん、すっごい綺麗なんだ。はい、続いてちょっと、はい、来ましたよ、カズハちゃんにウォニョンちゃん、もうね、この二人もね、もう常連みたいなもんですからね。いやいや、もう本当にあなたカズハちゃん好きだもんね。カズハちゃんの派です。もう男のあっさりした、そうですよ、美人さんの顔ね、いいですね。明日にまた日本人っぽい人がいますけど、でちょっとプチ情報なんですけども、うん、はい、この人も小牧結衣さんと言って、うん、小牧結衣さん、はい、日本の気象キャスターです、うん、お天気お姉さん随分入ってくるわね人気なのかな、今流行ってんのかな、まあ、私らも全然知らなかったから、うんうん、あ、こんな可愛いお天気お姉さんいるんだなって、もう今やお天気お姉さんももうそういう感じなのかな、もうじゃない、もうなんかアイドルみたいな、一つの芸能界にこう入っていく、うん、なんかこう切り口として ね、 ね、うん、なんか綺麗な
可愛い子がさ、気象予報士になってから、うん、で、そっからまた女優への道とかさ、うんうん、タレントへの道みたいな。うんうん、こう、左端下がさ、うん、現金群みたいな女の子が。綺麗な。現金群かな、ね、違うと思うんだけど、ね。違う、うん、ドン。はい、来ました。お、まやちゃん、まやちゃん、おめでとう。おめでとうございます。はい、結構ハイペースで20入ってくるんですけど。うん、そうだね。うん、そう。でその下がアイブのリズちゃんです。うん、はい、リズちゃん、はい、ああいいですね。あ、その隣があれだね。なんだっけ。出るのあなた。あれスパイダーマンの恋人役だったじゃない。うん。あ、え、スパイダーマンの恋人役だった子。うん。名前は出てこない。ど忘れしたけど。左下は中国人の子ですかね。そうだね。多分中国人だと思います。で、まやちゃんお隣さんもね、すごいこうアメリカンな感じ。どこか分かんないけどね、綺麗な人です。すごいエキゾチック、ね、エキゾチック。なんか、まあ、ディズニープリンセスみたいなね。ね、すごい、ね。いきますよ、はい。これあれじゃない？ワンダー、ミスワンダーじゃない？ワンダちゃんかな、うん、どう、ちょっと後でじゃあ詳しく調べてみますけど、ワンダでしょこの子。はい、次まこちゃん来ました。おめでとうございます。すごいですね。どんどん入るよ、もう一周、うん、かなり移住は頑張ってるね今回ね、もう早め早めにね、すごいです。いいですね。で右下にいるのがももクロちゃんですね。ももクロちゃんね、はい、ももクロちゃんもいて、これ上まこちゃんの隣は、うん、あの人でしょ、晩餐カッセルの奥さん、ずいぶんマダムですけど、モニカベルッチ。おお、モニカベルッチじゃないの、わかんないです、うん、そっち系は幅広いですね。間違ってたらごめんなさい。はい、ドンドン、トリプル S のチェヨンちゃんという、トリプル S チェヨンちゃん、わかんないわ、はい、トリプル S っていうのはですね、まあ、かわいらしい、またね、そう、まあ比較的新しいかな、アジア少女、アジアの少女、琴音ちゃんがいるグループです。ああ、なるほど、ガルプラの、はいはいはい、はい、琴音ちゃんもね合流したっていうチームですね、うん、グループね、はい、トリプル S、 一番上の左端にいる子も日本人なんですけども、はい、日本人なんだ、うん、吉原ひなさんって言って、はいはい、多国籍ミュージックグループ、うん、Now United っていう14カ国からこう、うん、集めて音楽グループを作ってるのがあるんだけど、うん、そこにいる14人いるのか、14カ国から、でも、ほら、うん、2人ずついるかもしれないし、わかん、ちょっと詳しくわかんないけど、はい、そういうね、多国籍グループに所属している、で今はロサンゼルスで主に活動してるみたいな、そんな人もいるんですよ。まあね、気になる方はちょっとチェックしてみてください、ね。下の人はこれは中国、はい、そっちは中国系だと思いますね。綺麗な人ですけど。ドン。お、キヨちゃん入りました。おめでとう。はいはい、いいですね。なんかエキゾチック並びだな、ここな。そうですね。本当だね。すごいすごい。わ、何これ日本のアニメが入るっていう。アニメはどうよ、どう、え、そんな広げていいのねえ、そうなってくるともうね。何いや、でも、今んとこアニメはこの子だけノミネートされてるから、もうよっぽど人気なんじゃないですか、私。全然知らない。入れてよ、ジコちゃん。じゃあね。じゃあもう入っていいと思うんやけどね、そのうちもエテルも入ってきちゃうよそんなこと言ってたねえ、すごい時代になってきました本当にすごいな、いいな、このジヒョちゃんの隣もすごく歌手の方かな、マイク握って、なんか見たことあるような気がするんやけど、ね、わかんない、あいつだよって今頃皆さんあいつだよってなんでわかんないんだよって言われてるね、それかもしれないですけどね、まだありますか、はい、2個ある、ブラックピンク、ジスちゃん、ジスちゃん、私のジフちゃん一番綺麗と思ってた、ジスちゃん好きなんかすごいよ ね、 ね、なんていうか本当に韓国美人だよね、ジスちゃんって顔いいなと、あ、とそのジスちゃんの下も綺麗よ、綺麗な、綺麗な、この歯好き、あ、好き、隣はこれはまたももクロちゃんです、ももクロの玉井しおりちゃんですね、ももクロも結構人気だ ね、 どんどんノミネートされていってるからね、はい、はい、またニュージーンズ来ました、ニュージーンズのハニちゃん、ハニちゃん、はい、来ましたね、ね、ニュージーンズも人気だからね、うん、まだ若いけど
はい、どんどんあっという間に大人になるからね。そうなんだよ。うん、本当に。本当に。で、その下が広瀬すずちゃん入りましたね。すずちゃんなのこれ、はい。もっと違う写真あったでしょうに。ね、うん、なんかメガネかけて。これ誰が選んでるのかな、わかんないけど ね。広瀬すずちゃんでした。っていうことですね。はいはい。どう、お、チューちゃん。チューちゃん入りました。イダレソニョの。はい。元イダレソニョ。元イダレかな。チューちゃんね、もう今、いないんだもんね。うん、頑張ってるよね、チューちゃんが。やっぱ人気やねんなと思って、グループ抜けてもこうやって、ファンダムがね、ちゃんとあるんだもんね。そうよ、そうよ。で、まあ、事務所も決まって、うん、活動をまたするみたいですけど、あ、そうなんだ。ひょっとしたらまたあれじゃない？クイーンダムパズルに出てくる可能性あるよね。あるね、うん。本当だね。うん、出てほしいな。ね、え、なこちゃん、ひーちゃんも出るかも、みたいな。そう、ちょっと噂だけど、噂ですけどね、まだ噂レベルだけど、うんうん、出るかもしれない。ね、ちょっとクイーンダムパズルが楽しみになってきた、ね。ちょっとね、うん、ちょっと今警戒してるところなんだけど、うん、どうなんだろう、みたいな。ね、それ出てくれたらまた面白いなとは思ってるんですよね。はい、ごめんなさい。そして、我らがリオちゃん。リオちゃん入りました。おめでとうございます。いいですよ。来ました、リオちゃん。ね、うん。これで結局、今、20からは、あやかでしょ、うん、リマちゃんでしょ、うん、マヤちゃんに、まこちゃんに、リオちゃん。リオちゃん。この5人が入ったのか。まあ、どうせ、あと4人も。どうせっていうのもあれですけど。まだまだ期間はありますからね。ね、入ってくるとは思いますけれども。はい、で、今日、昨年が最終100人の中に入ったんだっけ、うん、ニナちゃん入った。ニナちゃんが入ったんだ。そうそうそう、ニナちゃんだけ入ったんだね。ということなので、きっと今年はね、もっと入れっていう、もっと入れっていう、なんかそういうね。ね、入ってほしいね。20のね、熱い思いが届くといいですけれども。まあまあ、そんな感じで、まあ、年間通してね、うん、これもな、またたまにやるかもしれませんけれども。まあまあ、そもそもこれ、まあ、エントリーされるのは、いろんなファンの方がこうやって押してね。うん、そう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 。うん、推薦して、そうそう、だから、その中から、まあ、エントリーっていうことになってるんで。もちろん、みんな可愛いんやけど、容姿だけを言ってるわけじゃなくて、なんかいろんなね、いろんなものを含めて、人気がある人たちが出てるかなっていう感じなんで。うんうん、はいはい。楽しみにしたいと思います。そうですね。いろんな人をね、また知る機会にもなりますんで。はい。はい、ということで、皆さんの、なんか、いろんな、この、情報とか、うん、ね、これに関する情報とか、感想なんかもお待ちしてます。します。ここまで見たよという方は、皆さん、全員ね、見ちゃったボタン、押してください。なんか、この間から、見たっちゃなくて、見ちゃったに戻った。見たっちゃになったって、なんのこっちゃってなるじゃない。あ、そう、戻したのね、あえて。あ、そういうことね。もともと、見ちゃったって言おうと思ったら、見たっちゃって言っちゃった。だからもう見たっちゃボタンにしてたけど、ラムちゃんみたいにね、見たっちゃみたいな。してたけどね。してたけど、見てる人、そっから見てない人には、なんだ見たっちゃボタンってなるじゃん。うん、だから一回また戻してるのね。戻してる。見ちゃったって、ここまで見ちゃった人は見ちゃったって教えてくれたら、もう分かりやすいじゃん。ということでございます。ちょっと気になってたから。うんうん、はい。そして、チャンネル登録、まだという方はぜひともチャンネル登録もしてください。お願いします。お帰りお疲れこんばんは。今日もマチコと、嫁マッチがお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。